今日発表された日銀短観で大企業・製造業の景気判断が5年半ぶりりに2期連続の悪化となりました6月の日銀短観によりますと大企業の製造業は景気が良いと答えた企業から悪いと答えた企業を引いた指数が前回の調査より3ポイント低いプラス21で5年半ぶりに2期連続で悪化しました。 原材料価格や人件費の上昇で利益が縮小していることが背景にあります一方大企業の非製造業は前回よりも1ポイント上昇のプラス24でしたスーパーや百貨店など小売りは天候要因などで悪化したものの建設や宿泊などの業種は堅調との声が聞かれたということです